ビハイアナウンスです。今回ですね、楽ジョブでどういった人材が採用できたのかという具体的な事例についてお伝えできればと思います。で、今回は川崎の会社さんからですね、ゲームのプランナーで経験者が欲しいという話をいただきまして、今はときめくネイティブアプリですね、やっぱりネイティブアプリの話がだんだん増えてきました。前はブラゲーだったんですけど、グリーモバゲーですね、もう今はネイティブアプリ中心で、本当にネイティブアプリ来月からすぐ欲しいということだったんで、来月からすぐっていうとなかなか難しいんですけども、しかも経験者ってことになると、そういう時のための特急スカウトプランがありまして、それを使っていただいたんですけども、おかげさまでというか、我々と、先方の努力の甲斐あって1ヶ月で1名採用が決まりまして、よかったなと。でしかも、ちょうどパズルをちょっとやろうとしてたので、そのパズルができる、まさにドンピシャの方がですね、早速入りまして、ちょっと入ったというか、その方自体は転職、まだ活動は来月にしようかなぐらいな感じのスペースだったんですけども、ちょうど我々がいろいろとお電話でご提案した中ですね、すぐ来てほしいって話を聞いて、じゃあすぐ行きますということで、お客さんにも喜んでいただいたと。やっぱりそういったところですね、人が本当に空いてるところで、人が必要だっていうところがマッチングできてすごく嬉しいなと思います。業界発展のためにもですね、24時間365日やっておりますので、ラクジョブも引き続き24時間365日動いておりますので、いつでも気軽にこちらの方までご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。